の色紙のない名店探しは山形市内巡っていきたいと思います。色紙のない名店隠れてないですかね。おっと、看板ありますよ。きっとお店なんですかね。入り口どこだろう。早速住宅街に隠れ家的お店見つけちゃった。これは隠れ家の匂いがプンプンしますよ。ピンポン。あ、こんにちは。こんにちは。突然すみません。色紙のない名店を探すっていう企画で回ってました。取材自体は OK ですか？取材自体は OK ですけども、はい、色紙はあります。なにー、どうぞ入ってみて。本当こっちはね、うん、あの和風のランチ座敷なんですよ。ほう。で、増改築しまして、こっちを昭和カフェ的な洋風なんですよ。へえ。お邪魔します。こんにちは。あ、ちなみに、こんにちは。いきなり来てすみません。お邪魔します。どうぞどうぞ。はい、ランチを主体に和室になっております。和室の空間広がってますね。シェフはいないんですけども、主婦がいるっていうお店で。シェフではなくて主婦、主婦の家庭料理、それをランチで。一番人気は何になるんですか？そぼろです。鶏じゃなくて豚なんですよ、うち。豚の味噌、豚と味噌って相性がいいので作ってみました。あ、お味噌のコクが口に広がっていきますし、鶏そぼろと違ってちょっとしっとりした感じで。そうですね、しっとりしますね。美味しいです。よかった。うーん。はい、お待たせしました。はい。チーズケーキが息子も大好きなので、早速フォークを持って食べる気満々。はい、すごい、もう食べ慣れてますよ。そうなんです、ね。この切り分け具合がすごいですね。いい香りが上ってきました。お待たせいたしました。おっと、どうぞ召し上がりください。気持ちがすごく伝わって、呼吸ですね、呼吸で口溶けがいい。相性がいいですよ ね、 ね、これチーズのコクと酸味が、はいはい、合わさってキレのいい味がします。とても柔らかいケーキで、上に乗ってるのがサワークリームで二度焼きしておりますので、さっぱりした感じのチーズケーキになってると思います。40年前から同じ作り方でやっておりますので。40年ですか？というと、昔40年前ってそんなに各家庭にオーブンってなかったんですよね。で、たまたまうちにはあったものですから、うん、で、あのケーキ焼こうと思いまして、で、皆さんおいしいおいしいって言ってくださるんで、だんだんその気になりまして、お店まで開いてしまったという。このケーキを出したかったわけです。出したかった、はい、そうです。ケーキに合わせたコーヒーということでしたよね。そうですね、もう前から。あ、社長どうぞケーキがちょっと酸味があるんですよね。だからコーヒーの方をまろやかなコーヒーをっていうんで焙煎していただきました。受け取ってください。カンパッチもよかった。ありがとうございます。いいですね。じゃあ明日からをつけさせてもらいます。早速嬉しいです。缶バッジつけてくださってありがとうございました。失礼します。
本当に仲良しな素敵なご夫婦のお店でしたね。あ、え、これお、あ、ここお店？すごい、あの、森？森じゃないな、マリ？森だって思っちゃう気持ちが分かってもらえそうな気がする。すごくレトロな感じですね。びっくりした、突然現れましたね。こんにちは。すみません、はい、この辺りでテレビの取材をしているんですけれども、はい、カメラって大丈夫ですか？カメラ、はい、全ての取材はお断りしてたんですよ。あ、そうなんですね。あったんですけれども、最初見つけた時は森かと思ったんですけど、はい、そうですね、マリですよね。そうです、森じゃないです、マリですね。せっかく、ね、いらしてくださって優しい。ベスト一服いいですか？母次第で、あ、母次第、お母様、じゃあちょっとお待ちくださいね。少しでも続けないといけないかな、はい、恐縮です、ありがとうございます。ちなみにこちらって色紙って置いてますか？サインとかね、はい、してないですね。置いてないですか？色紙のない名店発見です。あセレクトショップ、こちらお店、ね、なんだか全てがいいもの揃ってるように見えますね。お洋服、はい、あとはもう雑貨系、お洋服がメインなんですけれども、うん、県内にはないブランドしか扱ってはいないんですけど、そうなんですね、15くらいブランドが入ってますので、若い方だと20代の方もいらっしゃいますし、80代だったりとか幅広く着ていただいてますので、なるべく個室のいいもので着心地が良くて日本製のものというところは心がけて。生地使いのおしゃれですね、うん、バイオリニストさんがデザインしているので、演者さんのことも考えて舞台でも着られるようにしっかりこう巻かれているようなデザインなんですけど、うん、キックボードでも大丈夫です。嘘です期間限定のプレートです。今柑橘類が旬になってますので、レモンの香り、風味がこうふわっと広がって甘酸っぱい感じ。カレーがメインなんですか？はい、そうですね、ハンバーグとかパスタとか、うん、あとはデザート類、うん、コーヒーもすべて自家焙煎ですので。期間限定のプレートです。フランスの伝統菓子のウィークエンドシトロンケーキっていう、週末に大切な人と食べたいケーキっていう意味が込められているんだそうです。ちゃんとカンペがあるんで、はい、スポンジの周りにアイシングっていうこのソースのようなものがかけられていて、かなかな、わかんないんですけどね。贅沢なレモンの香りが広がります。うわー、心地いい。表面のアイシングにしっかりレモンの
香り、風味がこうふわっと広がって甘酸っぱい感じ。今柑橘類が旬になってますので、あの存分に味わっていただきたいという、一つのプレートにしてるので、それをまあマッチングしてお客様に楽しんでいただく。その商品だけでなく、まあ、レモンのシロップ漬けがあったり、まあ、ビールがあったりしてますので、絡めて楽しんでいただけたらなっていう思いで、1枚のプレートは常に心がけて作ってます。うん、あ、口の中がすっきりした。母が前からやってましたので、6年前に引き継いで、そこにセレクトショップを一緒に入れて始めたので、お父様が設計された建物があって、はい、お母さんが始められたこのカフェスペースがあって、はいはい、でそこを継がれて、そうですね、家族でこう作り上げてきた一つの歴史というか形といいますか。ありがとうございます。とても古くてあれなんですけれども古さを古さと感じさせないのって素敵ですよね、うん、そう言っていただけると